やだやだ、あーやだ、うっ、はあ、レナは嘘でしょ。よし、娘と。好都合、我が分も全てを試してくれる。そんなに付き合えるか。やっぱりやりづらいよ、手縄だと。肌に直接縫い付けて、やはり蒸気をしている。さあ、ここからだ、ガランの。離れてろ。離れてろと言ったろ。はい。ガビマル、大丈夫ですか？ここは危険だ。こんな大怪我するんですね。そうじゃなくて、ひとまず逃げるぞ。忍法非暴止。今は考えるな。ただ殺せ。生き抜くために無罪を手にし、血まみれた世界から抜け出すために。危険なお役目とは承知していた。でも違った。ほんの数刻前までとはもう全てが違ってしまった。ああ、とてもこの世の光景じゃない。ここは極楽浄土、それとも。貫くのが真の武勇。排除しろ。
ガビマル。奴は死罪人か、それとも化け物か。獲物を見定めた捕食者の目だ。複数人で逃げ切るのは難しいだろう。なら仕方ない、殺すか。忍びの鉄則その9、敵の能力を正確に分析すべし。腕力はわし以上、単調な大振りだ。拳の破壊だけに集中すれば。忍法しなり場。鋼と同等のしなり場も通じんか。他に何か遠隔の忍術で有効なものを考えろ。接近戦は危険、飛び道具も無駄。非防止をする隙さえあれば。人手が欲しかったんだ。手を貸してください。攻撃はわしが裁く。対処しなければ。落ち着け。劇場は捨て、静かなる心構えで。相反するものもそのまま、そのまま受け入れる。情も断りも。情をもって力とし、断りをもって見失わず、生と劇のどちらでもなく。狭間、すごい。彼女の試し一刀流の段位は12ですが、山田家の位は純粋な技能だけで決まるわけではありません。次期当主の適性としての格付けですから、女性ならばそれだけで冷遇される。純粋な技能だけで言えば彼女は。サギリは戦場の強者としては未熟だが、自らの職務目的と心が一致し、迷いが消えた時、その剣技は一流以上だ。島の化け物にはひるんでも、朝右衛門として罪人の前に立てばひるまずか。やはりわしの見極めは確かだった。初めて会った時に感じた、こいつ強い。ああ低くうずくまった首。一筋縄じゃいかんな。忍法怒りつぶせ、非防止バージョン。忍法風縫い、非防止バージョン。忍法大つぶて、非防止バージョン。忍法トゲブスマ、非防止バージョン。こちらの限界が先か、あるいは首が降りてくるのが先か。
静かに、激しく。力とスピード、こいつが例の、また首、忍法非防止、また殺しちゃったか。持って帰れば質のいいタンになったろうに。今更だが、うん、お主が天仙様か。そういうお前は人間なのか。ほぼ無効と考えた方がいいだろう。その上腕力も赤く、打ち合いで消耗戦になっては危険だ。何か攻略法を見つけんと。不死者、非防止は無効だった。他の選択肢まだ試していない。何か何だこの手応え。この反応、明らかに今までと違う。なんだ、何が効いたんだ。また女に戻った。その身体能力、お前無自覚だろうが、多分。いや、どうでもいいか。お前ムカつく、死ね。なんだこれは。風圧ではない、衝撃が体内に響くような、別種の未知の力。カードが無意味、回避、見え。攻略法などあるのか。そんなもの必要ない。何があろうと立ち止まるわけにはいかん。妻の元に帰るために、何が何でも生きて帰る。目鼻がもげても生きて帰る。死んでも生きて帰る。再生するならそれを上回るスピードで破壊する。嘘、人間に。どうせ死んでないのだろう。答えろ、戦薬はどこにある。